はい、どうもマックス鈴木 TV でございます。はい、サムライティングではございません。本日はそうだ、ね、嘘です、嘘です。はい、サムライティングでございます。よろしくお願いします。本日は錦糸町より徒歩5分ぐらいのところにございます、外国の家具をたくさん売ってる IKEA さんに来ております。はいね、こちら大衆居酒屋 IKEA さん、こちらにお邪魔しております。今日の趣旨なんですけれども、何やら日本の料理にちなんだものがあると。そのものを僕が結構バトルするらしいんですよ。ただぶっちゃけ僕まだ見てないし知らないんですよ。で、重量もあんま知らないっていう無茶ぶりをいきなり現場に来て言われたんです。戸惑いを隠すつもり全くない僕なんですけれど、ジャパニーズなものってことは確かでございます。ちなみにね、こちらの IKEA さんちょっと見てください。ほら、溝端淳平俳優の吉田鋼太郎さんとか、あと、はい、DNA の選手さんとか、いろいろ来られてるぐらい、そんなところにある、こちら大衆居酒屋 IKEA さんですごいメニューのチャレンジをしたいと思います。それでですね、サムライティングのチャンネル、なんと一緒にしてくれるんではなかろうかと。こちら見てください、 S クラス、オンラインの方で販売されてるところなんですけども、すごい着やすいんですよ、うん、って感じですね。これ S クラスさんはどういったのがポイントなんですか？シンプルで、なるべくいろんな洋服に合わせられるような、あー、デザインが、はい、あー、じゃあ結構日常使いというか、これ着るときちょっとこのパンツだけ無理だなじゃなくて、気楽に。そうです、気楽な S クラスさん、よろしくお願いします。ありがとうございます。何ですかこれは？凄まじい流れでしたね。何これ、やばいでしょこれ。これ何キロあるんですか？6キロ。これはこれ何ですか？海鮮ネバネバ爆弾丼。確かにめちゃめちゃジャパニーズな感じですね。ではここでこちらの商品の紹介を、今日のスペシャルゲストが、ラップで紹介しております。翔源さんです。待ってた翔源さん、こちらのちょっと商品紹介をぜひちょっとフリースタイルでお願いします。はい、フリースタイルすぎません？実際何があるかを知っておきたいじゃん。具体的な具材だけちょっと。今のラップにすればいいんですね。そういうことですよ。そういうことですよ。俺普通に見たいけど、もう見る側になる。裏にちょっと裏に、では張り切ってどうぞ。いきなり無茶振りされて鈴木さんにムカつきたくなる気分もあるけど、やるぜ僕は。まずはオクラの紹介、そしてたくさんあるのがたくあん。えいよ、隅々までブリあるぜ。えい、刻みネギを刻みながら言葉でやる。えい、これから納豆、みんなが納得するパフォーマンス見せるため、卵黄は何個あるか知らないけど、みんなが食べたくなるくらいのもう。えい、これが食べれるかどうか舐めた目でみんな食べろ、舐めたけ。うおー、すげー、すげえ、やばっ。補足しておくと、翔源さん本当にフリースタイルするとも何も聞いてない状態で、本当に聞いてない、めちゃくちゃ怒ってました。はい、スマホいじってました。すごいっすね。いやー、本当ありがとうございました。いや、かっこいい。いや、マジで気合入った、本当に。したら、僕はこれを時間食べるとか、そういうことですか？そうですね、 Y さんだったらこの量、この内容で、マックス好きが本気で食べた場合どれくらいだという予想があります？30分から40分じゃないですか。決めていただいて、ここは持っていいですか？うん、これ正直さっきの翔源さんのだいぶ気合入っちゃった。あ、なるほど、なるほど、入っちゃった、入っちゃってるんで、間取って35分でいきますか。35分、海鮮ネバネバ爆弾丼、果たしてマックス鈴木は食べきることができるのかという。わかりました、頑張ります。はい、というわけで一応作戦なんですけれども、なんか本来こうネバネバして食べるものみたいなので、やっぱそのスタイルはそれでいこうかなと。ネバネバが一気に入れすぎるとこう止まっちゃう気がして、一応一定のペースで35分走り切るときになくなってるのが理想。じゃあいきますね。はい、はい、いきます。3、2、1、スタート。いただきます。こういうことなんですね、きっと。それで多分ネバネバするのが本来、多分このネバネバにこのたくあんとか、この結構自分だけだとネギとかこのボロボロしがちなものを巻き込んで、一つの液体というか半固形というか半液体にしちゃった方が多分食べやすいんですよね。
まとわりつけた方が、あ、そうですね、時間のロスになるんで、醤油の塩梅ちょっとわからないんで探り探りになってますね。こういう感じですね、まあ、僕の中では海苔は当てる、結構この混ぜは重要だと思います。時間を、はい、でこの納豆の納豆菌か、これでちょっと固定にした方が、よし、次行きます。うまい、なんか超豪華な納豆ご飯食べてる。これはうまい、これすごくうまい、これすごくうまい、これ絶対うまいね、これうまい、これ本当にうまい、これめちゃくちゃうまい、これブラー集まるとこういう味の変化になるんだ。うまくて食ったみたいな感じ、正直味わって、別に邪魔。
うん、
Thank you.
チャンネルが楽しいと思っていただいた方はチャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。以上、池谷さんから私マックス鈴木はお送りしました。ありがとうございました。どういう締め方。助かりました。ありがとうございます。いやでも本当にきつかった。心の支えになったの翔平さんのラップですよ。いやこれ、ま、これマジでこれマジでこれマジで本当に。でもやっぱ大食いメンタルなんできついけどね、最後まで美味しかった。本当にこれはマジで食べる価値ありです。最終居酒屋駅屋さん、もしよかったら来てみてください。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。